はい、今回はね、新しい CD ラジカセを買ったということで、この CD かラジカセで CD を再生して、それをツイキャスとか載せたり、自分で聞いたりして楽しもうと思いまして、CD を買ってきました。皆さん CD といえばどこで買いますか？ふむふむ、CD 屋さん。のんのんのん。CD 屋さんで買うとね、高いんですよ。完全に。CD って1枚3000円とかするじゃないですか、アルバムになると。だから僕はいつも CD は、中古のリサイクルショップっていうか、中古 CD 屋さんで買うんですよ。で、今回、まあ、安いとこになると1枚100円とか、もうもっと安いと1枚10円とかで売ってるんですけど、今回買ってきたところは、1枚だいたい100円から300円の間で売ってました。まあ、他のちょっといいやつとかになるともっとするんですけどね。今回はちょっと古いやつなんで、サウンドトラックとか、それを買ってきました。なんとね、4枚買ってきました、CD。これからその CD をね、ツイキャスとかで流していくんで、今回はその CD を紹介していきたいと思います。はい、1枚目。こちら。ババーン。ハリー・ポッターと賢者の石、サウンドトラックです。どうですか、これ。これね、完全にね、レンタルを下ろしたやつですね。中身はね、こう2枚組になってるんですよ。ほら、このダドリーって。いやーですよね。はい、これですね。まず1枚目。さあ、そして2枚目。こちら。シーモのアルバムですね。結構曲入ってますよ、これ。見えるかな？ね、これ、いい曲。12曲目がちょっとね、いい曲なんですよ。はい、CM のアルバム。これは3、えー、200円ですね。ちなみにさっきのハリー・ポッターが、100円ですね。さあ、3枚目はこちら。ババン。幽遊白書のミュージックバトル編2ってやつですね。まあ、サントラっていうか全部歌なんですけど、これはサウンドっていうよりも。このね、口笛が聞こえるっていう3番の曲。これがものすごいいい曲なんで、ぜひ皆さん聴いてみてください。はい、これ300円でした。幽遊白書のミュージックバトルね。サウンドトラックじゃなくてミュージックバトルって書いてあるとこがいいっすよね。さあ、4枚目。パーパーン。仮面ライダーカブトサウンドトラック、オリジナルサウンドトラック、かっこいい水嶋ヒロね。これね、コピーコントロール CD ってなってて、パソコンでコピーできないから iPod に入れられないですよ。だから CD プレイヤーで再生するしかないのに、なぜかこの CD プレイヤーで全然再生ができないんですよ、この CD だけ。なんてことだ、これ。300円もしたのに。まあ、なんつってね。あんまね、YouTube で毒を吐かない方がいいって言われたんでね。誰に言われたんだよっていうと、こちらの本ですね。YouTube で小さく稼ぐ、この人に、この本の中に書いてありました。YouTube であんま毒舌はね、良くないよって。はい。こんな感じですね。今回は買った CD、こんな感じで買ったんですけど、まあ、1枚100円から300円で、これをね、どんどんツイキャスとかで流していきたいなと思います。YouTube ではちょっとね、著作権上の問題で、配信できないんですけど。はい。ということでね、以上、今回は、中古 CD ショップで買った CD 紹介していきました。皆さんも CD を買うときは、一回中古屋さんを回ってみて、それから新品で買うかどうか悩んでみてはいかがでしょうか。特にフリー CD なんかはね。はい。以上、ヒカリン TV でした。バイバイ。